2回目の動画ですけども、分けてきます。真似しています。ね、どうせ寝る体勢なのに分けています。まあ、母ちゃんに当たるしかないんで、楽しいですよ。2人しかいないのに。2人しかいないのに母ちゃんに当たって、かわいそうだなと思っていっぱいありますよ。でも、文句言うんですよ。眠るじゃないですか、今から。僕はずーっと働くじゃないですか。これからも。これは仕事じゃないって言うんですよ。この YouTube は。この YouTube は仕事じゃない。確かに仕事じゃない。この YouTube やったせいで、みんなにバカにされて、怒られて、で、出来もしない人たちが偉そうに、見て偉そうにして。いや、他の人じゃないですよ。例の人たちですよ。例の人たちが、みんな見てんだよ。あの動画全部見て怒ってんだよって言ってたんですよ。何を怒ってんのかわかんないんですよ。文句は言わないって言いましたけども、なんかどんどん腹立ってくるんですよね。しかも腹立ってくるっていうか、まあ何ですか、なんであそこまで強くなれたのかなって思うほど腹立ってるんですよ。だから文句は言わないで、お前腹立たないか、考えれば、何も考えてない。いや、今から俺言うよ。僕はずっと働いてます。借金を苦しいって言いながら動画も作ってます。頑張ってます。20年寝てました。お金持ってます。持ってきました。文句言いました。考えられますか？考えられますか？文句言えるぐらい。不思議ですよね。忍耐力ですよね。不思議。もう私は、ちょっと、なんかあったのかな。あれだけのものを休む。あんだけ休める人なんで。さぞかし。もう最後にちょっとだけ言ってきましょうね。どうせみんな見るなって言ってんで。見てたら、これ文句言うんだったら見てるってことですよ。まあ言うなって言ったつもそうですけども。言いますよ。だって、なんで俺が見ないで、見る、やめる。もうやめてくのが意味がわかんないですよ。お客さんにも言われたんですよ。どうせ見ない、なんか言っても、なんか、かわいそうですねってみんな言われるんですよ。なんで私がかわいそうなのかなんか意味がわかんない。意味がわかんないよね。20年眠ってたんだよ。20年眠って起き上がってきたら50万あるんだよ。時計も持ってんだよ。スマホも持ってんだよ。俺よりいいスマホ持ってんだよ。しかもみんなも持ってんだよ、スマホ。で、お金がないわけじゃない。で、苦しんでるじゃん。で、来たら、文句言って帰ったわけじゃない。おかしいよね。おかしいのになんでまた俺がそれでごめんなさい、もう縁切りますとか、自分からマイナス出して、惨めになって。おかしくない？で、一切関わらないでください。見ないでください。おかしくない？見ませんから、見ないから、言わないでくださいって怒る。監視してお前の潰す。だから反省っていうのはしてください。もうこれは言いますよ。人間は相手が悪かろうが、僕もそうですよ、自分が反省することです。まず皆さん、これはどんないかなる人間でも、それは怒る人もいるかもしれないですけど、何かマイナス自分があった時に、前、ワイドなショーでですね、話変わりますけども、自衛隊の人が出てきて、ワイドなショーとかどうかわかんないですけど、これはこうでこんなんで銃を閉めてこうで何度か、現実起きてるわけですよ。だけどこういう想定であってここで入れるっていうのを、それ関心も見てて来たらやられたとか、なんか言ってたんですよ、この自衛隊の偉い人が来て。起きてるわけですから、もう、亡くなってるわけですから、反省して、この起きたことをちゃんとやってたっていうのはおかしいんですよ。その私が前に言う、前の問題ですよ。前に優しくしてこうですよって、自衛官はこうですよ、こんな風に国をなんとかって言って、それでおかしいなと思うのはもう前の問題ですよ。わからないかもしれないですけど、どうなのかな、もしあれだったら私が自分が撃たれて死にますよ。私だったら、そこへ走っていって、またこれ言ったら怒る人いるかもしれないですけど、怒るかな、怒る。まあいいや、怒っても、怒る人は何言っても怒るから。それで、フォローしてたんですよ。悪かったのは何なのかなって追求しない限り、その、なんて、被害者も、かわいそうです、本当に。被害者もかわいそうですけど、その若い人たちが、なんかそういうのに遭う、遭遇するのは、我々が責任ですよ。年を取った我々が責任ですよ。こういう環境を作っていってるわけですよ。むしゃくしゃする環境とか。20年眠ってても起き上がってきて偉くなる環境を作ってる人がいるんですよ、そこに。おかしい話じゃないですか。それに怒ってるんですよ、私は。そこでその人たちは反省しない。今もごめんなさいも一言も言ってこない。で、会いたがってる。
なんとかって言ってたんですよ。会いたがってるんだったら、もう、なんていうんですかね、もう、何どうにでもしたらいい言葉、表現が出ないんですよ。言葉が今出ないんですよ。変えてでも、何に変えてでも合わすべきじゃないですか。それはじゃあ何だったのかっていうんですよ。前にも言ってましたよ。泣きながら電話かけてきて、見てるらしいですよ、その人たちも。みんな見てるらしいですよ。その北隊の人もみんな見てるらしいですよ。で、怒ってるらしいですよ。嘘じゃない、現実ですから。あなたがやったことも、あなたたちが起きたことも、何かこう乗っ取られたとかいう話とかも、起きていることは現実です。私が言ってることは嘘はついてません。それに対して反省してください。人のせいにしないで。それは悲しいですよ。大変だったかもしれないですよ。僕も応援しますよ。できることがあったらしたいですよ。できないから、そうですよ、前に言ったじゃないですか。私たちと組んだらあんたは何でもできるんだから言うこと聞きなさいって言ったじゃないですか。私一生懸命聞いたじゃないですか。母ちゃん連れて夜中からずっとぐるぐる回ってサクソコ探して見に行ったり写真撮ったり、その後知らんふりして自分のものを作ったじゃないですか。その人もそれでも我慢してやってきたじゃないですか。いろんな人で聞いてるらしいから言いますよ。どうせで嫌われてもいいんですよ。どうせもともと嫌われるもんなんで。で、あの私が、あのなんかそこへ私の北海道ってバレるかもしれない、ね、そこへ来たらしいんですよ、営業マンが。そしたら俺のこと知らなかったって言うんですよ。冗談じゃない、そいつがバカなんだって言ってますよ。あの会社で僕上の方にいたんですよ。しかも貿易のトップですよ。僕を知らないのが、私がなんか知らない惨めな人間って言い方したんですよね。冗談じゃない、そのやつがバカなんだって言いますよ。僕あの社長の横に座ってましたから、東京社の時は。今の社長、その人と仲良くやって、その人と一緒にいましたから、こいつも文句言いましたから、社長の奥さんに。文句じゃないな、仲良くなりましたから。まあ、何かの時に行った時に、私が行った時に、あの、札幌ビールの何か展示会、何かの時に、お祝いの時に行ったら、私が通ったら、私の部長と、社長の席で全員立ちましたよ、そこから。その、若い今の社長が。立って、奥さんはって言ったんですよ。この人のことですよ。なぜかというと、この人はちょっと前に、その奥さんになった娘ですよ、会社の。仲良くなったんですよ。仲良、ちょっと仲良く。だから奥さんはって気遣って言ったんですよ。で、私がちょっと今日は風邪ひいてって言った瞬間、みんな周りが立ちましたよ。で、元々の社長も、お、よく来たなって、家族はって言ってくれましたよ。だからそのぐらい、何を言いたかったんですか、私は。なのに、知らなかったぞって言ったんですよ。まあ、あ、そうか、知らなかったのかって、そこは流しましたけども。何を言いたいのかなって、みんな俺に喧嘩を打ってるのかな、今考えたら。知らなかった、知らない。そいつがバカなんですよ。まあ、もし見てる人がいたら、俺も知らないこと言うかもしれないですよ。若い子たちは。もう何十年も前の話なんで。ただ、その時点では、僕を知らない人はいなかったと思うんですよ。あの会社では。いろいろやってますから。知らないとしたら、そいつがバカなんですよ。それをなんかあったかも知らなかったって言って、それと営業力もないんですよ。知らなくても、誰ですかね。調べてみましょうねって、私、あの上司に何々言ってるんですが、その人が詳しいんでって言えば、盛り上がるじゃないですか。盛り上がって、聞いてみます。で、次行った時に、あ、知ってました。私の上司と仲良かったです。こういう人ですねって言えばいいじゃないですか。もう盛り上がって買ってくれるかもしれない。買わないかもしれないですけど、そのやつが営業もできないバカだったんですよ。なのに、僕がなんか知られてないぞみたいな惨めなこと言ってました。そこで弁当のそこで言ったらお前聞いてただろ、何も言っただろそれは。うんって初めて言って、何を言いたかったんですか。これもだからそういうのね、陣地にはまっていって、俺すごいよ、すぐ10分ぐらい行くよね、もうやばいね本当に。こんなにあのなんかあの日本一コンクールとか勝てるじゃん俺、なんかこういう悪口言われて日本一みたいなの出たらね、面白くないけど、ただその話の流れで勝てるように、それだけいっぱいあるんですよ。営業、今でも言いながらも私は営業の無様な営業の仕方っていうのを言ってるんですよね。そこを抜き取ってください。だから知らなかったですよって、そのそこの社長に言ったとします。それから発展があるんですかって、あれ誰ですか、知らなかったとしても。それか前に調べてくるんですよ、こういう会社に今行くけど。
関連はどうなのかな、調べていって、あ、この人、前辞めた人のこの人がやっちゃって、このあれなんだ、調べていけば余計喜ぶじゃないですか、余計に。それもできない。言って言われたら、何を言いたかったのか、自分がすごいと思ってたのか。大体、あそこは後でできてる営業所なんで、すごい営業マンっていないんですよ。いたとしても、あのクロッカーさんっていう一人だけですよ。あの人はすごかったです。あの人一人で、あとはいないんですよ。私分かりますよ。自分と大体同期ぐらいなんで。だから、その人に聞けば私分かりますよ。それもせずに、なんか知らないよっていうのは、今言ってるのは、営業をやる上で、自分があまりにも営業下手くそっていうのをアピールするようなもんですよ。それをまた受けた人間も、直接私に、コミュニケーション下手なんですよ。そういうのを言ってるんですよ、私は。だから私が上手とは言ってるんですよ。いい環境の中で育って、そういうのが見えなくて、自分はいつも王様だから、何かは下せるだろうと思って下したと思うんで、下したんじゃない、俺ね。って言ってる。だから、そういうんじゃなくて、僕はいつも下の位置から言って、今偉そうに言ってるかも、下の位置からいろんなの見てきて、それで今話してるんですよ。どうぞ、だから皆さんもですね、この不二雄のバカネタがただ起こってるんじゃなくて、そこには何かありますよ。ヒントが。営業する人はいっぱい聞いたら、営業のためになると思います。営業ずっとやってきてますから。私は絶対にそんなこと言いますよ。何ですかね、何ですかね、そうですかって。喜ばすって。そうなんですかって。沖縄ですかって。沖縄出身なんですか、調べてみますって言えばいいだけの話じゃないですか。で、沖縄いいところですよねって言ったら、いや、僕も沖縄なんて言うかもしれないですか。どんどん営業膨らむじゃないですか。楽しくなるじゃないですか。それ買いますよ。下手くそなんですよ。ここに来る営業マンもみんな。桃生がこうでケンタッキー。ケンタッキーそうなんですか。なんでケンタッキー食べるんですかっていっぱい話せるじゃないですか。話しかけてるんだから。みんな限定、限定、限定で切っていって、忙しいで行きます。逃げ入れなくなるんですよ。もう隠れしたらいいじゃないですか。営業マンって隠れ質問するんですよ、わざと。広げるような。沖縄なんですかって。まあこれ限定ですけどね。沖縄限定にしてますけど。沖縄限定から拡大に広げていくんですよ。まあ難しい話なんで。これは後にまた営業の談話のところで話していますので、見てください。一旦ここで切ります。これはダンという動画だったんですけど、今。何が言いたかったですか。ああ、お前切った。何の動画今。何の話。悔しい。悔しいからここまで話した。第二の犠牲者を見つけたって話ね。すいませんでした。使わさせてもらいました。どうぞ、見ないでください。あなたたちも見ないでください。あ、わかった。そうやって泣きながら電話かけてきて、会った方がいいんじゃないかっていうのは何だったんですかっていう話をしたかったわけです。その人も。あ、それを利用したらダメですよっていう話です。そういう苦しんでる人。いろいろ頑張ってる人がいて、その人を盾に話を進めてくるのはダメですよ。ダメですよって思います。で、お前は悪いって言ってもいいです。だから、こうしよう。だから、会ってくれ。だから、会いに行こう。ただ、お金がないって言ってるだけなんで。本当のお金ないから行って、一日、この弁当屋で休むとですね、何かのあれで休んだら、風邪とか何とかで言ったら言い訳聞きますよ。普通に何もなく休むとするじゃないですか。3日ぐらい影響しますよ。困難は。なんていうんですかね、映るんですかね、わかるんですかね、お客さんは。大体お客さん常連客なんですよ。いつも来てくれる方。休むと、一回そこへ行くと、うちになかったものを一回食べると、そこで買うようになるんですよ。買うようになるけど、私たちはギリギリのところで美味しいもの、母ちゃんと二人で手作りで作ってるんで、揚げ物には負けないですよ。戻ってきますよ。戻らない人は金額のものとかで安く売ってるものを買ってるんですよ。安くっていうのは、同じものを安くじゃないですよ。今ですね、皆さんは200円とか、美味しい美味しくない、量がいっぱい関係ないですよ。200円、100円を求めてるんです。私はもう350円、450円にしてます。まあ、150円もありますけども、だからもらってる自分の持ち金が500円だったら、タバコを買う人もいるだろうし、なんかいろいろ200円貯めたいと思ってる。だから300円しか使えないし。だと思って、私はずっと言ってますけども、そこから学校の先生には安くしてました。その金額で正直、今だから言いますけども、来なくなったので、売ってました。にもかかわらず、周りが、自粛したら、
なんであの人たちは自粛する必要なのにピタッと来なくなりました。おかしい話ですよ。だからおかしい話があるんで、もうそれはやめましたもん。そういうのは今まで遠いところから来てかっこいいじゃないですか、向こうからいっぱい来て流れてきたら。だからイメージいいからいうことで、最初からお世話になってるから、当初から同じ値段でずっと売ってるんですよ。もう安い値段で今も売ってたんですよ。来ても今でも安くしますよ。来たらその人たちはお世話になってるんで、ただ来なくなったんですよ。何ですかって話ですよ。高くなして高く売ってる人たちが来なくなるのが分かりますよ。安く売ってていろいろやっててもサービスしたりしても来なくなってる人いっぱいいるんですよ。なんかそういう問題じゃないですよ。優しいとかサービスするとか周りの環境ですよ。特に一番はあの奥さんに怒られるのが怖いんじゃないですか。うちの周りもみんなそうですけど、私も母ちゃんに怒られるんで、だから計算もしないで奥さんもどうかなと思いますよ。あの弁当250円とか200円で作れないですよ。それをまあお客さんです。だからもう一回切ってもう一回やります。これは何だったんですか。もういいです。後で考えます。